おはよう。おはようございます。おはよう。おはようございます。おはようございます。いい挨拶だ。今日から諸君はここ藤村機器株式会社の社員として働いてもらうわけだが、その前に少し新人研修と称して伝えたいことがある。ではまずは私の自己紹介。営業課の辻達道。ねえ、診療多くないですか？そもそもから完全違いますよね。そんなことないと思うけど。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速、当社はズバリ卸売業者だ。エアコン、トイレ、風呂、給湯器、もろもろ生活する上で欠かせないシステム、諸君らが住む家、出かける施設、そして働く会社全てに備わってるだろ。そういったものを設置する工事業者様に、あね、工事業者様に迅速かつ確実にお届けする。そのために徹底した在庫管理を怠ることはない。そんなお仕事です。説明会で聞きましたよね。いわばそんなことないと思うけど、アマゾンなのです。暮らしのあれこれを支える工事業者様にとっての。あの、自分営業課配属なんですが、正直自分なんかに勤まるのか不安です。佐々木くん、君の不安もわかるよ。何を隠そう、私もね、かつては新人だった。ああ、そうさ、新規クライアント様を獲得すべく営業の日々、そりゃ容易なことではない。見積もりと知識と経験を重ね、交渉交渉また交渉、気がめいることもそりゃあるさ。だがしかし、その交渉が成立した瞬間の達成感たるや、たまらない。ましてや自分が必死に交渉したクライアントさんのもとへ初めて出荷した時のことを想像してごらんよ。まさに Go to heavens。 そりゃ今は不安だろ。右も左も分からないわけさ。そんな君に私から一つの言葉を捧げよう。佐々木くん、ファイトだ。さて、後の詳細は当社パンフレットおよびウェブに丁寧かつ事細かに書かれている。いつも地域に寄り添い、共に歩む、共に発展していく、地域のための企業であり続けること。うん、いい目をしているな。以上だ。はい、カット。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございま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 した。だがしかし、その交渉が成立した瞬間の責任でした。新規クライアント様を獲得すべく営業の日々、そんな容易なことではない。見積もりと知識と経験を重ね、交渉交渉また交渉。つあー、ごめん、言えない。ごめん。ましてや自分が必死に交渉したクライアントさんの元に向き合ってきた時のこと。佐々木くん。あら。おい。